遠目で見て似てるやついるなって思ったらやっぱりおめえだったのか。仏の顔も三度までだぜ。今日こそは店のやつにチクってたな。まあこの世に仏なんていねえし、いいぜ、突っ立てねえで座りなよ。てめえの女房とせがれにも相手にされねえおっさんのとこ来てよ、楽しいのかい。ああいつも一人みてえだが、いねえのかその友達とかよ。おい、それってよ、いるのいねえの。ガキが妙な理論武装なんてすんな小賢し。おめえの考える友達って何なんだい。友達とそうでない奴の線引きって何よ。自分の親愛の対象となる他者を俗に言う友達って定義しようや。わしは常日頃からこう考えてる。他者に親愛を傾けてる奴なんていやしない。人は対人関係に見返りを求めるからな。自分以外の奴を愛せねえのよ人は。自分を好かない奴を友達って呼ばねえだろ。それと好いたってことの見返りがねえから、自分の親愛の対象となる他者なんてこの世の中に存在しないことになるわな。誰しも親愛の執着点は自分自身以外にないんだからよ。だがおめえがあのフロアのとこにいるだろ、あそこのギャルどものどれかをさ連れてきてくれたらなってやるぜ。友達に見返りによな、おめえならできるって。こんなこますテンションじゃないって。目帰りなよ、どうせまた来るんだろう。来るなっつっても。